ちは、ポポです。今日はこの寄せ植えを手直ししていきます。これは去年の9月トロピカルガーデンさんのミニ苗セットで作った寄せ植えです。作った時に肥料を入れたのでぐんぐん大きくなっています。作った時の写真です。同じ大きさの苗がきれいに並んでいました。ところが10月秋の被災地で焦がしてしまいました。秋の斜めに入る日差しは注意です。今は大きさはバラバラ、ぎゅうぎゅうのところとスカスカのところができてしまいました。まず乾燥モスを外します。きれいな緑色でしたが色あせてしまっています。この乾燥モスは入れると効果絶大です。見た目もぐんと良くなるし、苗を抑えるのにもいいです。今はセダムが成長する時期なので、セダムで隙間を埋めたいと思います。でっかい苗に挟まれた小さい子を抜きます。この子は焦げちゃった子ですね。小さいですが復活しています。この寄せ植えは2階のあまり日当たりの良くないところに置いていました。きれいに背直して日当たりのいいところに置いてあげようと思います。この辺の伸びた葉は縮んでくれるのを待ちます。さっき抜いた苗をどこに入れようかな。この辺りかな。土を出して混み合っているので抜きます。オルトランも追加します。この鉢はなかなかいいですね。白で縁取りがあるので多肉が生えます。せっかくの寄せ植えなのに日当たりが良くなくてもったいないですね。ベランダに置いていた多肉をもっと日当たりのいいところに置くと、今でも紅葉が進んで綺麗な色になりました。日光が足りなくてひょろっとした多肉を見るとごめんねってなります。もっともっと場所を開拓していかないとな。苗の間はこれぐらい空いてればいいかな。
ルティアーズに式を入れます。根が生えているところを土に設置します。パープルヘイズ、日当たりが悪くて徒長していますが、いいのいいの。そのうちにしまってモリモリしてくれるよね。正面の足元に入れます。中央にセラムを入れます。地上の骨太セラム、茎が太い。これも地植えの骨太セダム。濃い緑のセダムも入れます。イトルミッシー、あー綺麗。セダムは色や形が微妙に違って合わせると互いを引き立て合いますね。アトランティス、大きく育った葉もありますが、こういう可愛い葉の方を使います。黄金細葉万年草、これは外せない可愛い子。クロポットで暴れている子がいたので持ってきました。両隣のポットに伸びています。桃太郎がやられそうだな。ついでに土を足してオルトランを撒いておきます。大きいアーチに植え替えます。うわ、こわ。これ全部セダムの根やな。
桃太郎コンパクトすぎる。桃太郎を救出。この子はよく日が当たっていたので、ぎゅっとしてしまっていますね。さっきのはみ出ていた子を植えました。全部取れたけどいいよね。できました。セダムをいろいろ入れました。いい感じに育ってくれたらいいな。うちにあった多分100均のプランタースタンドを使って空間利用。この鉢は植え替えようと思っていたのですが、仮置きしていた多肉が馴染んでいるのでそのまま。もっと早くここに置いてあげればよかったな。頑張れ。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録お願いします。ここ多肉。